さっきもあの西武さんと話しましたけど、はい、やっぱ結局ねツアラースポーツがいい説が出てくるんですよ。やっぱり一周回ってね、例えば今みたいにこう、まあ、低速走行じゃないですか、どっちかっていうと、はい、やっぱそういうので走るときはやっぱスーパースポーツよりかはこうツアラー系の方が、あ、やっぱりいいのかな。はい、おはようございます。おはようございます。エンカウントです。今日なんですけれども、はい、新しいライダーズカフェができまして、ピークアブーさんなんですけれども、はい、なんとねここがね、レンタルバイクもやられてると、いうことで、もうね今映ってますよ、僕がね、もう絶賛しているバイク、ホンダのね CBR400R です。これがですね平成、28年式ということなので、ちょっと今の現行型の1個前になるんじゃないですかね。これが面白いのがピークアブーさんの場合、レンタルバイクもやられてるんですけど販売もやられてると。ああそうなんですね。いうことで普通レンタルバイクだと純正なんですけどもう MRA のスクリーンついてるし、 あのホイールのリムステッカーついとるし、なんとしかもこれすごいスリップオンがついとると。これしかもね、ちょっとエンジンかけてください。さっきエンジンかけたんですけどめっちゃいい音してましたよ。あの多分前の これですね、多分ここが違うんですよ今の現行は。ああそうなんですね。はい、いやくっそいい音するんだけど。うわすげえな、めっちゃいい音するな。くっそいい音するマジで。これ何気筒？これは 2です、パラツイン。すごい吸気の音というかめっちゃいいですね。ねえ、わかんない、何の音かわからんけどヒュイヒュイヒュイ言ってますね。うわすげえ。ただねやっぱりあの車重がね確か190何キロぐらいあるんですよ。そんな感じしなかったっすね。なんでね結構安定感もあるしね、もうこの今のこの僕の画角からのめっちゃかっこいいマジでこのケツの感じ。じゃあ今日買ってもいいんですねこれ。うん、最悪ね、最悪あの今さっきも言ってました、あの購入することも可能ですよと、あいうこと言われてましたから、もうもしかしたらね、帰りに即購入と。わほんまや、この感覚めっちゃいいやろ。やばいっすね。めっちゃいいやろ。後ろから。なあ、ここめっちゃいいよな。あの、ここからのこれがいいよな。そう。あ、すげえ、かっこええな。かっこええよな、後ろ。そうなんですよ。なんでね、今日は、これをちょっと一日、夕方までね、レンタルということで、レビューも兼ねて、やっていこうかなと思います。はい。はい、じゃあやっていきましょう。はい。いやマジめちゃくちゃかっこいいんだけど、ちょっとひらひら具合はちょっとあれかもしれんな、少しないかもしれんな、あんまりめちゃくちゃぬるぬる、そうぬるぬるっとしてるよな。重たいっていうか、うん、遅いですね。遅いだけなんていうんだろう、やっぱその辺がちょっと車重も来とんじゃないんかな。あのポジション的な感じはどうですか。ちょっとやっぱりセイムさんは結構あの物足りなさがあるんじゃないかなと思うんですけど。あそうですね、はい、ちょっとツアラー感が強いというか。撮影中なんですか。撮影中です。そうです、姿勢はなんて言うんでしょうね、これをなんて言うんですかね、この姿勢。まあ一応セパはセパ班なんですけど、あのだからツアラーっていうタイプでしょうね。まあ忍者と同じツアラータイプというか。はい、いやおっとマジやべえわ。加速がねやっぱりとりあえずすごいので、行ってきます。早っ。でもまあ思ったよりですね意外と。ああ多分ね、あのあれですよ、僕前その現行型乗ったんですけれど、はい、あの低速域はねそんなになかったんですよ。だからコンフォート、スポーツ、スポーツプラスが順番に来るようなイメージなので、
まさにそれって感じですね。だから上まで回すとあのグワーって伸びていく感じですね、後半。どうですか、フィーリング的にはどうですか今のところ。難しいですね、乗り心地は良くないですよ。あ、良くないんじゃ。僕はよく、あの、良くないですね。へぇ、あの、もしかしたらスポーツ乗りすぎ、あの、前傾のバイク乗りすぎてバカになってる、体が。そういうこと。多分本来これはすごい乗りやすい形だと思うんですけどね。そうですね、忍者とか乗りやすいですもんね。体に負荷が少ないというか。はいはいはい。ただ僕はめちゃくちゃ乗りにくいですね。あー、なるほどな。なんかハンドルここの、ここにすごい重心が乗るんですよね。だから、あー、なんか手が痛くなりそうな予感がするんですよね。なるほどな。なんだろうな、なんか曲がるのすごい遅れてくる気がするな。ああ、遅れてくると思うな、多分そのポジションやと余計ねっとり系というか、もったり系というか。うん、ちょっと忍者とは真反対ですね。そうですね、もう真反対ですよ、本当に。大渋滞。体がバカになってただけだけな気がするんですけど、なんか乗車姿勢めっちゃ楽になりましたね。もう一周回ってめっちゃ楽ですね。いやー、そうなんよな。いやだから、あの、気のせいだったかもしれない。ああ、そうなんよ。だけどさっきもあのセブさんと話しましたけど、はい、やっぱ結局ねツアラースポーツがいい説が出てくるんですよ、やっぱり一周回ってね。そうなんですよ。だから確かにそのゴリゴリのスーパースポーツも面白いんですけど、はい、長時間乗るってなるとどうかなっていう。なんか俺はやっぱりそういうなんか YZF もその CBR400R もそうなんだけど、なんかこう自分で無理やり倒す系のバイクの方が好きなんよな。あの、そっちの方がなんだろうな、自分で倒そうとしとる系体がこう反応できるというか、はい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 、忍者とかだともう左に倒れてハンドル傾けた瞬間にガクーンってなるけんさ。あ、そうですね、自分が想像しとるより曲がってしまうんよ。あ、でもこういう段差道走ってもそんなにガタガタ来ないですか、振動は。そこまで来ないですね。ああ、じゃあいいな。うん、でもやっぱり 400R やっぱだいぶ前に出ていく力がやっぱ強いね、やっぱね。そうですね、なあ、軽々とやっぱ出ていくよな。そうですね、なんかでもあれじゃない、なんか乗っ取ってあのバランス型って感じだね。なんかバランス型、うん、なんか低速域、中速域、高速域みたいなのがなんかバランスがあるみたいな、なんかどこでも余裕があるっていうか。そうですね、なあ、まあ、ただ低速域はほんまにコンフォートモードみたいな感じなんで。ああ、そう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 、コカンとは出ていかんで。そうよな。はい、はい、今日はですね CBR400R 今乗ってますけれども、まあ、直進性能のこの安定性みたいなのはやっぱすごいっすよね、ほんと。すごいっすね。ね。いや、まあその分ちょっと取り回しが重たくて。ああ。大変だなと思いましたね。なるほど、なるほど、なるほど。まあ取り回しはそうでしょうね。今ちょっとちなみに砂利のところでね、あのバイクを動かすっていうのがあったんですけど、まあああいうとこだとやっぱ重さ感じますよね。190、200キロあるバイクってやっぱ。いや、そうですね。まあ、低速域は強いし、中速域も扱いやすいし、高速域なんかもねいいでしょうし。そうですね。そう、悪いところはねないっていうね。ないですね。だから多分これ本当両極端に分かれるんじゃないですかね、 CBR250WR 派と 400R 派と。そうですね、はい。もうあの、ね、そうそうそう、もう僕みたいなおじさんはねもう完全 400R ですよね、本当に。だからもう、あの、女性で言うとね、やっぱりむちゃくちゃ美人で、ちょっと気の強そうな人に惹かれがちですけれども、はいはいはい、やっぱ長続きしないんですよ、そういう人は。なるほどね。はい。いや、普通でいいんですよ。普通の女性が一番いいんですよ。ああ、どういう感じの例えか。はい。疲れないんですよ。あ、そう。この 400R で一番いいなと思ったところがあって、はいはいはい。めちゃくちゃ静かなんですよ。ああ、なるほど。なんかその
低速ギアで結構引っ張ったりすることあるじゃないですか。はいはいはい。それもなんかね、こうあんまりこう無理しとる感じの音がしないというか。ああ、そうか。僕静かなバイク好きなんで。そうですね。めちゃめちゃ静かな。まあもしかしたらマフラーは結構うるさいかもしれないですけど。そうですね。まあスリップオンついてますし、排気音はね、まあそんな小さい方じゃないと思うんですけれど。ただその、まあ、専務さんが言われてるのはエンジン音のことだと思うんですよね。そうですね、うん、エンジン音はだからそんなにこう無理に回ってる感じがないっていうことでしょうね。そうそうそう、やっぱり。ああでもそれはでもいいかもしれないな。いやユンがあの ZX25R じゃないですけどやっぱりあの疲れますから乗ってると長時間エンジン音がやっぱりうるさいと。音ってすごいですよね。別に関係なさそうですけど結構疲れますもんね。いや大事、結構本当大事ですよバイクは。あれ乗って初めて分かったわ。そうなんですよ。いや本当に、ね、意外と音って大事なんですよね。そうそう、やっぱ静かだからいいなと思いましたね。ですよね。やっぱ 400cc ってことでは余裕もあるんだろうと思うんですけどね。あ、まあ、それもあるでしょうね。やっぱ 250cc 2ダボだとやっぱどうしてもね上まで回しますから。そうですよね、うん、回転数がね回るんで。あでもそれはでもいい情報かもしれないですね。さあということで 400R 今日1日、半日ぐらい走ってきましたけれども、はい、バイクの評価としては僕ねすごいいいなと思ったんですよ。バランス取れてるし。そうですね、何より見た目がねめちゃくちゃかっこいいですよね。見た目もかっこいい。マジでデザインがやっぱりいいですね。なのでまあ一応ねこんな感じにちょっとごめんなさい参考になったかならなかったか分かりませんけれども、ね、うん、CBR400R のね、何かの参考になれば第5位になりました第5位にね、はい、個人的ランキングとしてね、第5位になったと、はい、いうことでまあこんな感じの動画になります、はい、それでは皆さんじゃあねバイバーイ。